はい、皆さんこんにちは、テレビ朝日映像の清原です。今日は一人ちょっとまたいませんけど。そうですね、長崎さん、ちょっとロケ行ってまして、黒部行ってまして、ずっと歩いてます。なんかすごいことになってるみたいで大変な模様ですけど、今日はですね、ロケに行く前に、まあ、どういうことやってるか、ロケ前にですね必ずやること、それをですねお伝えできればと思います。まずここに来て、ここに来てカメラロッカー行きます。不良がいっぱい入ってますけど、今日は NX5RD、 テレビ朝日映像の場合は、はい、こういうふうにこうリュックに入ってるんですね、これまあそういう質問された方はいらっしゃると思うんですけど、あ、確かにカメラをどうやって持ってくるんですか。あ、そうそうそう、これやっぱね多分一番いいと思うんですよ、まあこうしょうじゃないですか、はい、でまあこれカメラの中に入ってるんですけど、カメラ外に出してもこれでできますんで、すごく楽、まあ歩くロケとかはこれしょったままやったりとかしてますけど、それで三脚撮ります。ザハトラ、まあ持っていきます、とりあえず。まあこれ作業台になってまして、いろいろちょっと今ロケ終わりの人もいて、いろんなものを置いてたりするんですけど、まあ、ここでちょっと今日はやります、このリュックサック、もうこれ開くと、これもカメラ専用だと思うんですけど、マンフロットですね。カメラ買ってついてくるわけじゃないですか、ね、あ、別ですね、で耐久性がいいものをまあ選んでくれたんで、まあこれを使ってます。ここは入ってます、はい、これ初めて見た時みんなから歓声が上がりまして、あ、これいいねってなって、で入ってるものは、まあ、こういうワイコンっていうレンズ、あ、ワイドコンバージョンレンズとか、まあ、レンズクリーニングセット、ガーゼン、で、まあ、チャージャー、はい、まあバッテリーなくなっちゃったとか出張の時とかのチャージャー入ってで、雨カバーが入ってます。で横には、まあ、AC で駆動させたり、これライトの上にかぶせる、まあ、ディフューザーですね。これ、何の効果あるんですか？これ、ライトを弱めるために。直だと眩しいじゃないですか、直接当てると。はい、なんで、これをかぶせて弱く、柔らかくするっていうディフューザーがあります。スケジュール、ここに あるんですけど、まあ、今日はそんな多くないけど、まあ、この中の一つを撮ってみると、自分の担当のやつを撮る、自分の担当のやつをこう探して6時19時のロケとかね、あったりとか、これ書いてない、終わり分かりませんみたいな、分かりませんだってこれ。あとはまあスケジュール横に書いてある、違う別紙ですけど何を撮りますみたいな書いてたり、絵コンテこう書いてあるとかあるんで、それ移動中にロケバス迎え来てるんで、ロケ車迎え来てるんで、こう見ながら行くとか。台本では何を確認しますか？どういう風に撮る、まあこういう風に撮ろうかなっていうイメージをまあ持たせるっていうのが、想像するっていうのが一番大事。台本ってそういう意味なんで、大根を撮る様子とか、なんかそれぐらいのことしか書いてないから、あ、じゃあこれどういう風に撮ろうかなみたいな、まあ、広いこういう場所でまだ行ってないから何とも言えない部分はあるんですけど、うん、自分で思うってのも大事なことなんで、まず最初カメラマイク、これつけます。これコツあるんですけど、つけるじゃないですか、これをそのまま、まあ2ちゃんをカメラマイクにしてるんですけど、こう刺すのは簡単なんですけど、これ邪魔じゃないですか、外に出て引っかかるじゃないですか、こうやって。そういう場合は前を回す、こう、なるほど、内側入ってますね、これで。このなんかスポンジのところ、フードのところにコードくっついてるじゃないですか、ガサガサとかならないですか？これはガサはならない、これは大丈夫、まあ、一番なるのは、まあ、風でなるけど、これは大丈夫です。で次、このグリップ、これがもうゆるゆるの時とかあるんですね、こうやって、それをまあ一応自分サイズにまあちょっとするかな、まあ落ちないぐらい、あんまり強いとそれはそれできついんで、なんでまあ落ちないぐらい、落ちない程度にやる。制作からどういうふうに言われてるかっていうのもあるんですけど、自分の場合は手ブレが一番大事なんで、
ここのアサインって書いてありますけど、1,2,3,4,5ってあるの分かりますか、はい、でここに自分の好きなところに好きなものを持ってくるっていうのをやります。このアサインボタン登録とかってのがあるんで、はい、まあこれで1番何にしますかで手ブレ補正を入れた。あとなんかこれは絶対やっとくみたいなやつありますか。フランジバック調整、フランジバック、フランジバック引きボケ、はい、一回寄ったところでフォーカスピント合わせて、でそれでバッと引くじゃないですか、はい、それで全部にフォーカス来てればいいんですけど、はい、来てないっていうのもあるんですね。それぼ、はい、なんかずれてるんですよ、フランジバックっていうのが。なんでそれをまあ調整します。まあ一番いいのはこれみんな家ないかもしれないですけど、でこれを写します。で真ん中にこの全部がクロスしたところが来るように、うん、こうピント分かりやすいんですごく。これ写します、うん、まあ、ほぼ真ん中でいい、ほぼ真ん中で。で絞りはなるべく開放ですね。これ 3.4 でやってますけど、まあこれ開放ですね。一回寄ったところでピンを合わせて、うん、マニュアル調整フォーカス合わせてセットを押してくださいっていうのが出るんで、うん、セットを押します、うん、そしたら引きます。でまあこれで合ってるんで、そしたらピッてセットを押すと自動でこうサイズを変えてくるんですよ。そのたんびにピント合わす、決められた位置でカメラが認識した位置で合わせる、こうやって。そしたら完了しましたか、出ます。電源スイッチをオフにしてくださいだって。で再起動ってことですね。これするとしないで何が違うんですか。いやそれ引きボケしないようにするっていうことです。でまあその前かな、一応レンズ見た方がいいですよ。レンズ汚れ、はい、これはもう絶対見た方がいいです。これ見てください、汚いよこれ、ホコリがすごい、まあ、ちょいちょい乗ってます、うん、これダメでしょ。汚れてたら拭くと、拭き方はまあ、うん、前お伝えしたものですね、まあ、これぐらいだったらクリーナーは必要ないんでこれでいきます。ペーパー、まあ、ガーゼが一番いいと思うんですけど、次音ですね。ワイヤレスマイク使う場合まず周波数を合わせた方がいいですね。これは間違いなく4-3になってます。4-3、4グループの3ですね、うん、これ受信です。これは、はい、送信も同じにしないと来ませんので4-3なってます。でピンマイク、まあハンドマイクでもいいんですけど、ピンマイクでもいいんですけど、音来るか、まあケーブル断線してないかとか、うん、まあやらないと予備があって、その予備があって、その予備があってなんてできないん でこれ音声さんいない場合オートにしとかないとめちゃくちゃ大きい声になったら歪んじゃいますんで、オートこれ忘れない方がいいですね。一般の人はまあオートの方がいいと思いますね、はい、こういうのを初めて揃ってロケに行けるということですね。だいたい1時間前とか1時間半前ぐらいに来て、はい、そういうまあ準備始めてでまあ出ていくんですけど、そのロケによって準備って全然違うんで、今日は簡単な方です、まあ、こういうふうに部屋で下準備をやると場合プラス現場に行ったらディレクターと話したりとか、うん、まあ、演者さんがいるんなら演者さんのこの立ち位置を決めたりとか、どうやって撮っていこうっていう話を主にしていろいろ考えながら撮影したりはしてます。今日はですね、ロケに行く前の準備についてお伝えいたしましたが、まだたくさんネタありますので皆さんにお伝えできればと思います、チャンネル登録よろしくお願いします。